皆さんこんにちは、エリートグリップの岸本です。今回もプロのグリップ交換潜入ということでツアーバンにやってまいりました。本日のプロはもうおなじみになっているかもしれません、あのプロです。では行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。皆様おなじみ中西直人プロです。こんにちは、中西直人です。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。なんか前回の登場以降になんか YouTube 始めたそうで、はいはい、あ、その時始めてなかったっけ。はい、多分始めてなかった。ありがとうございます。始めさせていただきました、あゆみチャンネル、よろしくお願いします。あゆみチャンネル、あゆみチャンネル、あゆみチャンネル。何あゆみ。歩くあゆみです。はい、進んで。そうです、そうです。言ったら YouTube って今までこう基本教える動画が意外と少ないなと思ったんで、自分のこうアドレスはこうやって構えるんだよ、テイクバックってこうやってするんだよ、トップ、ダウンスイング、それを細分化した YouTube を、撮らせてもらって、それを今後のみんなの歩みにつなげてもらいたいなと思ってあゆみチャンネルにしたんです。くっ、うまく説明できた今。深い。うまく説明できたよ。はい、こんにちは、あゆみチャンネル。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも今日はね、あゆみチャンネルじゃなく今日はエリート TV です。エリート TV なんで、はい、僕がね、今日来させていただいたのは、じゃじゃん、これです。エリートグリップ、何ですかこれは。プロトタイプ。プロトタイプ。プロトタイプですね。市販ではないんですけど、使ってるのは僕と堀川プロと小斉平優和と、先週あのジョイックスオープン、ジョイックスオープンで優勝した伊賀拓也プロが、愛用してます。はい、その僕たちのためにわざわざ、僕4人しか使ってない人のために作ってくださってます。はい、ありがとうございます。多分一般の方使うとかなり太い。そうですよね。だいたいこれどのぐらいバランス違うんですか、普通のやつとは。バランス、太さ。太さもそうやし。太さで言ったら下巻きで、普通のやつやったら3枚以上巻き。普通のやつ、普通のやつって、普通の M60 って言われるやつに比べたら、はいはい、3枚ぐらい巻いてる。これ M60 ですか。そうです、そうです。だってもう見た感じは違うもんな。で、これ秘密があって。秘密あるんですか。右手の部分。秘密言っていいですか。いいです、大丈夫。いや、もうそこまででしょ。はい、もう一回。秘密があるのでもこれを使えないってことですもんね。そのうち販売するかもしれません。まあ、どうでしょう。やっぱりしたくないなっていうのはありますけどね。そうなんや。このものは特別なもの。そっかそっか。でもこれ真似しようと思ったらできるんですか。真似しようと簡単にできます。じゃあ一回後でその方法もちょっと、はいはい、ああ、いいですね。箱さんからちょっと教えていただけたら。わかりました。とりあえずは今もうこれ、はい、向きの作業が下巻きはね、はい、2回巻きなんですよ。そうなんですよね。太いのさらに2回巻き、太いのさらに太い。ミクンは3回巻きだからね、これの。でもね、僕ね、もともと実は3枚巻きだったんですよ。はいはい。で、なぜ2枚になったかって、これ意外とこう秘話があって、はい、ファイナル QT の時に、ツアー版出してくださってるんですよね、はいはいはい、エリートさんが、はい、で出してくださってるんですけど、まあ、初日終わって、はい、まあ、QT って6日間競技なんですけど、はい、まあ、その時ずっと3枚負けだったんですけど、はい、その前最終日スタートする5日目終わって65位タイぐらいだったんですよね。はい、で箱さんにたまたま会って、おのあと全然上がんやないかっていう話になっていや、グリップ変えてもらおうかな箱さんっていう話になったんですよね。あ、もう途中でですか。そう、最終日の前、5ラウンド終わってよね。そう、5ラウンド写真の前の日に。そうで、ほんまにええのってなって、はい、いや、いいですよってなってで、それで次の日、その日の夜、はい、もう帰る時6時ぐらいだったんですけど、はいはい、また電気ついてて、箱さん大丈夫ですかって、これからやみたいなね。残業ですよね。で、次の朝出来上がってきました、はい、箱さん、これちょっと細いな、これどんな感じなんですかみたいな。え、これ2枚巻きやで。え、そう、え、俺3枚巻きみたいな話になって、はいはいはい、違う、それは向いてみたら2枚のもあれば3枚のもあればもいっぱいやった。はちゃめちゃなグリップ。はちゃめちゃなやつですね。そう、もうミニオンですね、ミニオン、うん、本当にバラバラやったね、太さは。で、それで、あれこれ、ナオトバラバラやったから2にしといたでって、お、大丈夫、めっちゃ気使ってたけど、大丈夫って言ってくれたけど、あ、大丈夫ですよって言ったら、その日、なんと最終日62、10アンダー。
あれやばかったですね。あれはすごかったな。でその後取材してもらって興奮しすぎて一言も言ってくる。グリップのこと交換したっていうのを忘れてた。そこから2枚、まあ、そう2枚だったんですか。そこから2枚になったの。そこから2枚っていうか、そこからもともと2枚だったんやけど、持って帰ってなんか3枚にしたんかな。むちゃくちゃ自分でして3枚とか。そうやったっけ。ほんでバラバラやんで、はいはいはい、で合わしと前のやつに合わしといたでって言ってで、2になったんや。2でやったらよかったね。そうやったんや。僕ね、僕の YouTube で3枚巻きって言ってるやつと2枚巻きって言ってるやつがあるから、その辺ちょっとあの統一してもらっていいですか。2枚巻き。まあ、これ今2枚でしたね。剥いたら。そうそう、バッファローテープの2枚巻き、打線ですね。あ、じゃあ2枚ですね。じゃあ2枚ということで。結構で、僕、グリップにもこだわりがあって、はい、あのこの太いやつだと僕、真似できないじゃないですか、はい、普通のところないから。はいはい、プロの今ナオトプロがプロトタイプを2枚入れてます、はい、を再現しようとすると単純に4枚ぐらい巻く3、4ですね。 Y360XT を買ってもらい、はい、右手部分を4枚、左手3枚ぐらいで入れれば近くは近い太さになると。いいですね。でもまあまあ太くなるんで、まあ一度お試し 2、3 ぐらいでいいんじゃないですかな。一度ね試してもらって、でね、僕グリップこだわりがあるって言ったんですけど、まあほんまになんか宣伝してみたいになるの。あ、そっか、エリートグリップ TV やからいいか、エリート TV やからいいか。めっちゃこだわりがあって、なんでかというと僕左手これ言ったな、前に前ちょっと、でもあれもう本当にあれですよ、ラウンド中に触りだけ、ラウンド中に触りだけで喋ったんですよ。そう、左手のここ親指2になったんですよ、はいはい、でここみんな大体ここの MC 関節っていうんですか。結構多いですよね。 CM 関節、アオル手術したとこ。あ、 CM 関節。そう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 。で僕 CM じゃないんですよ、ここなんですよ。ここなったんですね、はいはい、で言ってみたらもうフッヘッド走るたびにもう痛すぎて、はいはい、打てなかったんですよ、はい。でそこで僕の、マネジメント事務所一応所属させていただいてるんですけど、そこの同じ所属してる後輩の小西平優和が僕を 今ここに顔写真出てます。あ、マジですか、はい、ここに辺この辺、はい、この辺小西平優和、こいつが、あ、小西平プロが、はいはいはい、こいつが優和直さん何してんすかとか言って、はい、でそれで今もうおるよって言って、何、天ヶ崎おるよって、はい、その時は天ヶ崎おったから、はい、練習しましょうよって言って、クラブなかったから、はいはいはい、お、じゃあ練習行こうかみたいな、はい、で、ユーワと練習場行って、はい、で、ユーワのクラブを売ってたの、はいはいはい、で、クラブを売って、それまで僕エリート使ってなかったんですよ、はいはい、で、それ一回使ったけど、まあ、あの箱さんといろいろあって箱さんといろいろあって、はい、あのバシバシになって、はい、使わんくなってバシバシ心配した後輩やな箱さん、あの直人さんとほんまに仲悪いんですかとか別に仲悪ないでそうそう、別に仲悪ありましたね、いろいろもうよう言われたで、ほんで、で、小西平プロがこれいいっすよって言って、はい、ユーワのドライバーを借りてそのまま行ったの、はいはいはい、で、これ練習ラウンド、はい、初日、はい、2日、3日間使ってみたら、はいはい、まあストレスフリー。おー、あのね、もともとドライバーえげつない曲がるタイプで、あのヘッド走りすぎてもう親指痛かったけど、あのね、握らなくてもいい。要はこうめちゃめちゃ不安を、もうこんな感じ太いから全然握れなくても勝手に、はいはい、あの引っかかってくれて、握らなくてもいいってことですね。そうで、それやったら握らなかったら力まなかったらヘッドも走る、親指も痛くならない、はい、でコントロールできる、フィニッシュ取れる、はい、あれこんないいグリップないんちゃうかと思って、で、ハコさんに連絡してバチバチあったけどハコさんって、あの第一声、これ嫌やどうせ一時的な浮気やろ、嫌や本気かどうか嫁さんとちゃんと話し合ってほんまに帰りながら腹くぐったらもう一回電話してきてってで、そしたらね、そう、すぐかけて、はい、あれありました、ね、あれ2017年かな、8年か、17年の4年前ぐらいですね、3年4年前、そうですね、で2017年の8月にいきなり
チューブオープンがあったから、はいはい、チューブオープンの時に使いたいんでって、でいきなり使って大丈夫なんですか、はい、みたいな。会社ほんまに本気で会社組んでやったら変えたるわ。偉そうにな。そうそうそういやでもすぐ来たよ。すぐ行って、で太さが今までと全然ちゃうから、はいはいはい、で大丈夫なんて心配されながら全然大丈夫ですやって、まあ、言ってみたらこんなこと言うのもあれやけどあかんかったら戻せばいいだけの話じゃんか、はいはいはい、でもよかったらもう一生続かえれるっていう、はい、それって出会いやん、はい、こう人とも、はい、グリップとも、はい、でそれでねいい出会いができて一回試したんやけどあかんかったけど、はい、すごいグリップに出会えて、はい、そこからもうねあのね力まないから、はいはい、いいスイングできるよね、はいはいはい、で、なんと、まあ、なんとっていうことで、まあ、これからがスタートなんですけど、去年、初シード取ることもできたんで、だからこれもね、やっぱり、上に行くためには人との出会いっていうのはすごく大事になってくると思うけど、グリップとの出会いも大事ということ。なるほど。ぜひ、エリートグリップよろしくお願いします。ちなみにお金はもらってません。もらってません。だからでもね、契約してる人より、こうやって、ほんまに普通に一消費者やったやん、はいはい、こういう人の話聞く方が多分説得力あると思うから、うん、ほんまにいや、契約者いないよ、一応そっか、契約制、うん、そっかグリップスもんね契約は誰ともしてないんですみんないいって言って使ってくれてるからそっかそっか、うん、そこはちょっと語弊がありましたそうそう契約はしない、契約はしないでも中井さん、クラブもフリーですよねそうですね、クラブもフリーなんだから僕は基本的にいいものしか使わないんでなるほど、なるほどだからそれがなんかなんて言ったらいいのかなエリートがすごい良くて使ってるみたいなじゃあ後ほどそのフリーのクラブたちもちょっとそうですねご紹介いただきたいぜひ紹介させてくださいちなみにお金はもらってません絶対渡せそれがいいんですよねいやでもすごいよねツアーでこうやって、はい、グリップ専門でバン出してくれてるっていうところがそもそもないしでしかもなおかつなんかこう試合もしてくれてるところってないからほんまに僕たち選手としてもめちゃめちゃありがたいだからグリップ交換してもらえるコーチに取られへん試合してくれる試合に来てくれるこんないいことあります一石五鳥ぐらい上げすぎハコさんのちなみに一番最初の選手って誰なんですか僕の一番最初は小田孔明プロですへえ、そうなんや小田孔明プロそうそれはどういう出会いがあったんですか出会いはね、うん、そう、それはちょうど入ってトーナメント行き始めた最初の年にジョイックス のマネージャーさんね M さん M 室さんそう、M 室さんが孔明さん使いますよコウメさん使いますよはい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 でほんまとか言って、うんうん、ちょっとなんか持っていこう、うんうんうん、何持っていこうかなってなってその通りちょっと細めが好きみたいやから、はいはいはい、CX46 っていうのはいはいはい今も CX 今ありますありますなるほどあれも結構だから右左通るって右手ちょっと太めああなるほどガシッといきます、うんうん、持っていって、うんうん使うって聞いたんですけど、うんうんうん、なるほどえって言うから、いやいやいや、使うっておっしゃってたからこれにしましょうよっていうのがスタートなるほどえ、いいのって言うから、もう絶対いいグリップですから、うんうんうん、で、その時ダンロップさんやったけど、うんうん、もう買いますよで、はいはい、買えて、うんうん、毎週だなまあまあ長いんですよ、この人3、4ヶ月とかあ使うまでにじゃあ使い始めたら、だからマメな交換ってされずに、うんうん、だからそういうことか1回使ったら 3,4 ヶ月使うタイプの人なんですねそうそうそうだからそれでずっと使ってて、うんうんうん、耐久性とか大丈夫なんですかそう大丈夫へえ。ただ手持つからだん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 細くなっていってる、うん、ああ細くえ新品に変えた瞬間太っって言われるあるあるこれグリップ交換あるあるでそれでだからずっと本当にこれいいのって言いながら、うんうんうん、絶対いいからって言ったらスルッと正気になっちゃったみたいなあじゃあそれで正気になったんやその時は僕一応グリップ交換見てましたけどほう、まあ、小田孔明さんが僕が最初に関わった本当に使ってください、うんうん、使いますはいはいはいでずっと来た人でその前には会社的には小田隆一さんとかへえ倉本会長とかはい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 横尾かなめさんとかみんないらっしゃったけどはいはいはいそれは僕が接したわけじゃなかったから、うんうん、だから
その方々は僕より古いんですよ、エリートで。ああ、なるほど。でも、グラモント会長がいるから、これ絶対ええ商品やなと思ったら、その名前で商品になった。いいものは残るってことですね。そう、いいものは未だに残ってるという Y? いいものは Y360CX40 全然違うね。Y360 あるよ。モデルも変わらずずっとそれですもんね、今もね。そう、今もそれ。すごいですね。ただちょっとね、CX46 っていうのが最近ちょっと太くして CX50 っていうのになった。へぇ、気持ち太くなったんですけど、それに今なってますね。なんかその、僕もそうなんですけど、太さ変えるって結構勇気いるもんなんですか？みんな勇気いるけど、簡単に変えますよね。あ、プロってすごいなってやっぱ思いますかね。まあ、小田孔明さんなんか特にこう 手の感覚がすごいから、もうどちらかというとこうリスト結構使っていくタイプやから、そういう意味で細い方がいいかもしれないですね。僕はどちらかというとリスト全然使わないタイプやから、だから太いのが好きなんですけど、だからこう見てくださってるアマチュアの方にもこう一つグリップ選びのあれとしては、結構手の感覚を生かしたい人はグリップが細い方がいいかもしれない。なるほど。うん、で僕はグリップの感覚っていう、もう手はもうダランダランでいきたいし、もう見てみたらこうテイクバック上げるときに手がなんなら遅れてくる感じで上げていくタイプなんで、あ、今日見た某選手の YouTube で手はダランダラに、アドレスが大事よってやってた。あ、本当ですか？俺に任せろっすか？俺に任せる。誰に任せるのか知らない。たまたま見てたやつをちょっとあっと思って見てたら、たまたま手はグランブラングリップ、グリップ力が強すぎたら、うんうん、あかんよっていうのを、そうですよね、やってはったんですよ。で、あ、ごめんなさい、ちょっと見入ってしまって、うんうん、だって途中から会話しなくなりましたね。そう、いや、これはちょっとすごいいいことを言っていると思ってやっぱり手の力を抜きましょう。だからグリップもそんなキュッと持ってあげませんよって、うんうんうん、すごい。まあ、ちょっとグリップは使ってない人ですけどね。使ってないけども、そう、でもいいものはやっぱり見るということですね。そりゃそうでしょ、いいものは見ないと。YouTube 今すごいですもんね、本当に発信力が。面白いのとかから同じことを何回もやってる人とか、うんうんうん、いっぱいありますよね。その斜めに先切りましたけど、はい、それの感覚ってあるんですか？なんか角度決まってたりするんですか？あ、大体こんなもんやなみたいな。最初こんなもんやが入ったんですけど、やってるうちに、うんうんうん、なんか今ぴったり合うな。なんか同じ角度ですもんね、はい、だからとりあえず慣れでしょ、こんなん慣れますよ。今でしょじゃなくて、そう、慣れでしょ。なるほど、さすがですね。慣れでしょ、慣れでしょ。くわー、これで下まで2枚、これ下まで2枚で、普通エンドにもう一重やるんですけど、これはもう2回エンド巻いてるんで、まあでもちょっとだけいこうかな。行くんや。ちょっとだけね、だけ抜けないように。わあ、ねじりながら中に入れるんですね。いや、僕はですけど、ね、あ、これはでも個人差あるんですか？あると思いますよ。怖いのはもう個人差でしょ。確かに。だからこれに、なんていうの、特別な先生もいるわけじゃないしで、僕は思ってますけどね。そんな思う。じゃあこれ僕グリップ入れていいですか？いや、やめた方がいいかもしれない。いいけど、いや、せっかくね、YouTube 撮ってくれてるから1本入れてみた。入れてみたい。練習クラブ入れますじゃん。あ、練習クラブ、そうやな。確かに。え、練習クラブやってくれるんですか、グリップ効果？え、だって練習は同じ感覚でやらなあかんから、やらなあかんでしょ。じゃあ練習グリップ入れてみた。練習だけ違うのでやる。練習クラブで練習グリップちょっと違うな。今自分で難しく言った。自分の練習用でしょ。うん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 。グリップでも練習して。すごいな。ちなみにグリップの太さってこのぐらい、中結構分厚いんですね。これ肉厚なんですよね。肉厚タイプです。これすんごいですね。肉厚なんや。内径をちっちゃくして、うんうん、太く仕上がるように。なるほど。してるってことですね。穴をちっちゃくして入れた時にはずっと伸びるので。なるほどなるほど。太くなると。いや、考えられてますね。なんかエリートってすごいのが、あのね、進化してる毎年、グリップも。早い早い。改良、なんか、まあ、改良。いいっすね。なんかグリップ効果見てるのってすごい楽しい。まあ、僕も
でも自分のグリップやるのに人に任せるかな。やっぱそういうもんすか。自分のにそこまで丁寧に並んでもいいかなって時々思ってしまう。じゃあ箱さんのグリップ交換するとき僕がやりますよ。いや自分でやるわ自分で気持ちだけで。気持ちだけ、うん、僕上手いっすよ。いやって言ってるやつほど大体下手なやつ多いねんな。アリグリップス。